はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回はアーツオブアイアン4太陽国プレイの続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、連合国軍が東京に侵攻、これを制圧したというところで、今現在ですね、この東京はアメリカ軍の支配下にあります。ただまだ日本軍は完全に降伏をしていないという状態なので、これをうまく利用してですね、我が太陽国としてはさらに中国にある日本の領土、あるいは日本の傀儡国家を侵略して領土を少しでも広げておきたいと、もしくは少しでも戦勝ポイントを稼いでおきたいと思います。で、今の戦勝ポイントを確認しておくと、ラッタナ後進王国 14% まで実は下がってるんですね。これは、イギリス領インドが 15% で、下の方に行くとですね、ソビエト、アメリカと続いて第4番目になってしまうので、これをね、できれば2番目ぐらいまで、押し上げていきたいと思ってるんですね。そのためには太陽国がもっと活躍しなきゃいけないというところなんで、そのために軍の進行を早めていきましょう。では早速続きをプレイしていきます。当面の目標は競輪、ここまで進みたいんですが、その前段階として資源の眠る後世、ここまでは進軍していきたいなと思うんですよね。戦争が終わってどうかっていうのももちろんあるんですが、戦勝ポイント 1% 上げるのも結構一苦労する状態なので、少しでもね、前へ前へと進んでいきましょう。日本軍もね、まだまだ守り固いですからね、広州、あるいは広西、ここまでは進んでいきたいけど、連合軍の中国本土での動きがかなり鈍くなってるんで、今までのような大規模な支援が見込めないとなってるんですよね。というのも、もう連合軍側は日本本土の攻略に躍起になってるんで、しょうがないといえばしょうがないんだけどな。もう中国地方、九州、近畿、あと東京、茨城あたりも完全に連合軍の支配下に落ちてますからね。今、タイとしては45段構成、45師団構成かな、なってますんで、これを対戦が終わって次の対戦、第3次世界大戦が始まるんであれば、その時までにも100師団構成ぐらいまでは増強しておきたいのと、あと海軍がね、もう全くないんで、ここまで領土が広がってくると、どうしても海軍も用意しておかないと後々困ったことになると思うんですよ。で、今の海軍戦力っていうと駆逐艦1隻だけになってるんで、これでは話にならないというところもあるので、実は今回ですね、輸送船の数を減らしてでも戦艦を作っていきたいと思ってます。なので、これをね、マイナスしていきます。で、新たに海軍の造船所、ここで駆逐艦を作っていきましょうすいません、もうね、ちょっと本当に今花粉症の時期で結構辛いんですよね。ちょっと聞き苦しい点があってすみませんでした。さあ、駆逐艦を作っていって、海軍戦力の増強、駆逐艦ごときではね、海軍国家のアメリカや日本、イギリスに対抗することはもちろん不可能なんですけど、今のままだと海軍らしい海軍を全く持ってないので、大国化を目指しているタイとしてはさすがに海軍を持たないというのはね、メンツが保たれないですよね。なので、ここは鉄を消耗してでも駆逐艦を大量に作りましょう。で、戦況の方はちょっとね、赤いのが続いちゃってるんで、なかなか厳しいかなっていうところだな。日本軍の方もそれなりにやっぱりここ師団数を用意してるんで、
進軍速度がどうしても上がっていかないな。ここちなみに海戦が起きてる。ここは、まあ、日本軍は輸送船団だね。この輸送船団に、まさかまさかの、まあ、輸送船団は撤退中だね。ちょっと気にしたのが、この輸送船団でもう、起死回生の、タイへの強襲上陸、あるかなと思ったんですけど、まあ、なさそうですね。これは日本軍は撤退を図っているっぽいので、まあ、ほっといていいでしょう。むしろ、追撃をかけるぐらいの気持ちで行きたい。さあ、じわりじわりと。少しずつですけど、進軍していってる。やっぱここの構成なぁ、硬いよなぁ。ここ本当に硬い。ここは本当に硬いですね。日本陸軍としても5師団配備してるんで、そう簡単には突破できる感じはないな。まあ、前へ前へっていうね、指示だけは出してるんだけど。甲州湾のただ海軍基地まではもう目と鼻の先までは迫ってきてますね。で、ここでちょっと日本本土の方をもう一度見ておきましょう。日本本土の方は、さらに日本軍の劣勢状況がすごいことになってるな。日本軍が大陸からも撤退してくれるとね、すっごい楽なんだけど。じゃあ改良型歩兵装備を入れておきます。これで対人攻撃力が、自動車化大隊の方でプラス 10%、 歩兵の方でプラス 5% 入ってますね。進んだかここは。いやー、でも硬いね。硬い硬い、全然硬いわ。ここなんですよね、欲しいのが。後世ここ、タングステン、鉄、黒、これが欲しいよな。まあ、でも本当にね、タイ頑張ってるよな。むちゃくちゃでっかくなったからな。では戦勝ポイント確認しておきます。アメリカの 19%、 ソビエトの 18%、 これがトップ1、2ですね。で、続いてイギリス領インド、これが 15% で、やっぱりね、ラッタの更新が 14% なんだよな。こっからなかなか上がっていかないというところですね。もうちょっと上げていきたいけど、イギリス軍に追いつかれる勢いだからな。日本が全面降伏するのそんなに遠い時期じゃないっていうのがもう見えてきてる以上はね、少しでも早く戦勝ポイントで追いついておきたいんだけど。
あとは戦闘機だよな。空軍も脆弱だからな。どうにもならないよね、この辺りは。それなりにね、土地はあるっちゃあるんだけど、工場を作ってる時間がかかっちゃうんだよね。どうしても一個の工場を作るのに時間がかかりすぎるっていう。いやー、構成は硬いね。なかなか軍の進撃が進まないけど、まあ、今先鋒ということでできるだけガリガリ前に進みなさいっていう命令を下していて、この状態なんで、まあ、これ以上ちょっとやりようがないので、まあ、耐えましょう。気になる戦勝ポイントはラッタの方針が 12% に下がってるな。相対してきっとアメリカとかが上がってるんだろうね。ソビエトが 26%、 一気に上がったな。跳ね上がってる。ソビエトの 26% が一気に跳ね上がったのはなんで、何したんだろう。すごい跳ね上がってるけど、なんかソビエトが参戦したんだろうな、きっと。ここで戦闘が起きてますもんね。なんかね、航空支援とかできればいいんですけどね、今戦闘機もろくに持ってない状態なんで。そしたら輸送船を作るのを一旦やめて、というかもう輸送船作るのはやめてるからな。輸送船というか輸送機作るのはやめてるので、まあどうしようもないしね。輸送船団はこのまま作り続けるとして、困りましたね。もうあと1ヶ月で装甲兵員輸送車が完成するな。これが完成すれば多少兵の消耗が、軍の消耗が和らいでくれるんじゃないかなっていう期待もあるけど、あと1ヶ月でどこまでね、日本が持ちこたえてるかもわからないからな。お、ここでもアメリカ軍、イギリス軍が強襲上陸かけてるね。さらにここでも強襲上陸が始まってるな。ソビエトが上陸してるもんね。いやー、ここでチンタラしてるわけにはいかないんだけど、日本軍も本当に軍をぐーっと後退させた方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。まあそれでもじわりじわりと押し上げてはいるんで、このまま頑張って押し上げていきましょう。ちなみにディシジョンが9から10に増えてるから、なんかできることが1個増えてるはずなんだけど、研究工場移転はな、これやっちゃうと
軍需工場がどうなんだろうっていう感じがするんだよね。民需工場が減っちゃうと、その分貿易に支障が出るんで、確かに装備品は欲しいんですけどね。構成が硬いよな。構成が本当に硬い。あ、香港は今完全に何？イギリス軍から日本軍に移ってるんだね。お、今日はイタリア降伏。まあこれはそうだよね。すぐに降伏するとは思ったけど。ゆるりゆるりではありますけど、確実に進軍はしていってるんで、まあ良しとしましょう。もうこうやって見てもね、ラッタの後進王国かなりでっかくなってるからな。できればね、中国の3分の1でもいいんで領土化したい。そうすれば本当にこの先大国化も夢じゃなくなるからな。お、日本が降伏しましたね、ついに。これで支援装備が 1.9K。輸送自動車437、その他 2.1K が備蓄として蓄えていたものがこちらに渡されたわけだな。これで日本は戦闘終結したんだな。いやー、なんか複雑な気持ちだけど。日本はソビエトとアメリカによって割譲されている、半分に。ただ戦闘は続いてますね、まだ。日本もついに降伏したか。まあ日本の本土はもう日本の本土ではなくなってるからな。ソビエトとアメリカの国になっちゃいましたね。お、これでもあれだな。日本軍から96式98式の戦闘機が大量に供給されたんだ。やった。これは嬉しいぞ。で、あとは、戦車ポイントですね。ここ見ておこう。残っているのは、数はもう多くないね。じゃあ早速有意義に使わせてもらおう、その戦闘機を。まずは、どこに何を配備するかだな。航空基地が、ここに。ちょっと待ってね、上海ってだって俺らの領土じゃないじゃん。やめようよ、そんなところに配備する。今戦闘が起きてる場所で配備するべきだよね、どう考えても。雲南に戦闘機をごそり、ごそりごそりと配備していこう。建設航空支援機も配備したいな。輸送機はとりあえずいいや。置いとこう。人的資源がなくて配備できないっていう悲しいパターン。そうなると、どうすることもできないな。
残念だな。人的資源がなくて航空隊の編成ができないっていうこと？参ったね、これは。かといって、これ以上徴兵制度変えられないしね。もうこの次になると、今、無限徴兵なんで、全精神徴兵になっちゃうんで、これは無理だよ。これは無理だ。航空支援は見込めないな。せめてここにね、軽爆撃機。いやー、40人なら配備できる。40人なら配備できる。お、近接航空支援も入られてない。よし、じゃあこれらを割り当てよう、任務に。展開が終わるまでちょっと待ちましょうね。で、アメリカから2405隻の輸送船。絶対ない。絶対ないよ、そんな大量の輸送船。さあ、広州はまだ頑強に抵抗してるな、日本軍も。ここは硬いですね。このままいくとね、どん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 イギリス軍、アメリカ軍、ソビエト軍が戦勝ポイントを荒稼ぎしていくだけなんで、タイとしてはなんとかね、もうちょっと増やしたいんだけどな、戦力をね。まああとイラクとかこの辺りは時間の問題かなと思うので、今枢軸国側で戦闘が起きているのはトルコ、イラク、アフガニスタンぐらいかな。あとはもう全部ね、この中国大陸ですね。お、ようやっとフランス軍がまた進撃を開始してくれたんじゃないの、これ。そんなことはない。イギリス領インド。やっぱりね、あの連合国軍側の支援がないと、タイだけの攻撃力だとなかなか日本軍をガガガッと瓦解させて突破していくのは難しいから、どうしてもね、連合国軍の支援が欲しいんですよね。さあ、航空機体を発進させて、ちょっとでも有利になるように頑張りましょう。まあ、人的資源の不足はもうどうにもならないからな。いやー、本当に硬いね。装備が装備だというのは抜きにしても硬い。機械化1が進んだとの機械化にを入れて、あとは戦車とか用意する余裕ちょっとないからな。あとは支援中隊系を入れて、まあ損傷を少しでも少なくするかっていうところにはなってきますけど、今だと軽戦車2まで入ってるんだな。まあ、重戦車を今更研究するのは不可能なんで、やるとしたら中戦車に
行く感じかな。で、最終的には現代型の戦車へと、まあ、戦車を作るならの話ですけどね。さあ、前線の押し上げに。今だとやっぱり後世ここがちょっと苦戦している。あとは連合国軍の支援がどれくらい入ってくるかですかね。潤沢な兵力を持ってるね。イギリス、ソビエト、アメリカなんかは次々に上陸作戦を展開できる力があるんで、本当に羨ましいんだけど、タイの方はもうどうにもならないからね。人的資源が枯渇していて、新たに基地航空隊を編成するのすらも宿泊している状況を考えると、まあもうこれ以上は難しいかなって感じだもんね。まあでもそれでも、一歩一歩前進はしてるね。競輪までもうあとちょっとまで迫ってますもんね、ここ。ここにね、予備兵力があれば、それを決戦兵力として後世に突入させることもできるんでしょうけど、予備兵力らしい予備兵力を用意していないんで、現状の戦力、現有戦力で頑張ってもらうしかないからな。トルコが降伏。これでアフガンとイラクぐらいかな。この中国大陸以外で通じ国側に立っているのはもうアフガンとイラクだけになりましたね。もうここの日本軍は何のために戦ってるんだろうな。本土はもう降伏しているのに、おとなしく軍を引いてほしいよ。戦況はまたちょっとずつこちらに動いてきてるというか、傾いてきてるというか、マシになってきてるんで、このまま完全にこの対戦が終わる、終結する前までもうちょっと軍を進めておきたいよね。特にね、海岸防衛をする戦力がないんで、強襲上陸にこう受動的に迎撃するしかないんですよね。制海権を渡さないっていう、強襲上陸をそもそもさせないっていうことができないから、重点的にはやっぱ海軍の増強。ただ海軍を増強してその大国に渡り合えるだけの海軍戦力を整えられるかというと、それはそれでまた微妙なんだよね。であれば陸軍をあくまで強化し続けて、陸軍特化型にしていって、強襲上陸が来たら強襲上陸を迎撃するっていう戦略もありっちゃありなし、ちょっと難しいよな、どういうのが一番いいのかっていうのは。
そこの群抜ぐらいまではね、タイの力で降伏させたいけどな。今の戦勝ポイント確認しておくと、ラッタの方針が 8% まで下がっていて、イギリスが 8% まで上がってきている。なるほど。ここはイギリスに追いつかれてるね。イギリスはおそらく本土への上陸含めて結構頑張ってるからね。いや、ソビエトの 41% は本当にすごい。他は？まあ、アメリカも 17% はすごいけど。いやー、タイの 8% まで下がっちゃったってのは痛いな。なんとか、もうちょっと、戦勝ポイント獲得しておきたいところですね。まあ、じわりじわりとは来てるんで、時間さえかければ、もう少しね、ポイントは稼げるかなって気がするんですけど。あとは現場で、そしたら経験を積んでもらいましょう。というわけで現地に前線に配備していきます。ああ、またバンコクに配備しちゃったな。時間かかるんだよね、バンコクから前線に送り届けるには。じゃあ機械化2を入れておきましょうか。134日。まだ後世が粘ってんだよな。本当に硬い。今こうやってね、じわりじわりと押してってますけど、逆に中国プレイをした時は日本軍にじわりじわりと押し込まれてるからな。本当にね、気持ちは分かりますよね、日本軍側の気持ちが。両方とも。ついに後世取りましたね。ほら、ついについに。いやー、時間かかったね、ここを取るのは。まあ、ただそれでも日本軍の防衛ラインは瓦解してるわけではないので、まだまだ頑強な抵抗は続きそうですね。で、その他の様子もちょっと見ておきましょう。一応各国、動きを見ておくと、ソビエトとアメリカによって日本は完全に半分に割譲されてます。で、その他で言うと、まあ、満州、蒙古、中華帝国、このあたりがまだ残ってる、敵国ですかね。まあ、ただ、大国らしい大国はもうないかな。はい。というわけで、今回日本がね、まあ、複雑ですけども、ついに降伏と、全面降伏というところになりました。で、タイとしては、まだ戦争が続いてる間は、ひたすらに戦勝ポイントを稼ぎに行きたいなと思います。で、最後、戦勝ポイントのおさらいしておくと、タイ、現、ラッタの後進王国は 8%。で、イギリスも 8% ですね。イギリス領インドが 10%。で、その他で言うと、
アメリカが 17% に、ソビエトが 40% っていうね。まあ、ソビエトはこの、対日本戦とかっていうよりかは、どちらかっていうと、ヨーロッパ戦線、あるいは、アラブ戦線とかね、そのあたりで多分活躍したポイントが大きく、戦勝ポイントとして反映されてるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、じゃあ今回はね、いい時間になりましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回、この続き、プレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。